この間久々に試合見たけどよ、すげえ1年コンビがいたぞ。まずにここまで来た連中には簡単に揺るがない強さがある。次の相手決まったな。それはフォローなの？テカチュウも確か40センチ。フジクジラも。行くぞ！よっしゃー！キャクター！相手のド直球真っ向勝負！スマカバー！ひなたラスト絡む！心配ご無用。あのカラスノの10番はでかいやつなんてものともしねえぜ。よっしゃー、一本で9。タイムアウトか。カラスノ手も足も出ないって感じだな。どうだ、うちの百座すげえだろってドヤ顔してりゃいいんだよ。そうですね、まあ確かに身長のせいでバレー始めて半年も経たない百沢に勝てないもんな。レフトレフト、ダッシャー、ミナミナオーライ、百沢10番の速攻何本目だ。絶好調か。うぎゃーですよね。帰ってくるぞ、ダイレクトで戦う。さあ、ナイス役者。最初のフェイントあっさり止められてたけどな。うっせえな！くそ！よっしゃ！よっしゃ！田中大輔！マッチポイントだ！上がった！客様！さらだ！ひよこさん、荷物をお持ちします。もうだいたい持ってもらったから。おい、行くぞお前ら。なんとだ、もう怖そうな人だ。社長！お前らが倒したのか。2メートル。はい、まあ、何見てんだろう。影山くん、なるほど、ビデオとか撮るんですな。いや、そういうのは基本公式戦だけっつうのが暗黙のルールだ。月島だったら牛若止められるか。なんか腹立つ。なんでだよ、月島で無理なら。あった、
俺が行った時には一区切りついてて、休憩中にメンバーを変えた違う試合が始まった。及川はどこであろうとそのチームの最大値を引き出すセッターだ。おー、ラストダイオ様、俺のセリフだバカ野郎。ヘッチュー、こんな細っこい高校生に負ける俺じゃねえよ。おい、久々に来たんならまともに挨拶くらいしろよ。ネットからトス離れすぎて打ちづらいっすよ。今のフォローできちゃうよ、下手くそ。ああ、及川さんがいる代に同じチームでプレーできてよかった。えい、ツッキー、早速ブロック飛んでくれ。へいへいへい。ああ、ブロックで一番重要なことって何だと思う？相手が打ち下ろしてくる瞬間、ブロックはてっぺんに差し掛かる。バンダイブロックすんなっつーの。前前、すまん。オーライ、やろう。もう一回がない試合。よし、 よし、おい、もうそろそろ終わる。うわ、フライングすんじゃねえ、ボケ。ほら、テンション高いな。おかげで冷静になるわ。そこ、こんやろ。嘘！おい！第三、ナイスレシーブ！10番、10番！しゃー！練習の半分以上、2対2のゲームをひたすらやっているそうです。田中さん！もっと！ジリナーイ！顔面だったぞ。影山、死ぬな。殺すなよ。そうそう、先輩に任せなさいっての。ここ数ヶ月、成田は菅原セッターでのコンビを合わせてる時間が長い。よろしくお願いします。どんまいどんまい、一本切ってこう。ナイスキー、ナイス、ナイス、成田、一本ナイスだ。おっかねえ無鉄砲さだな。気になっていたんですが、お前らほんとやるタイミング考えろよ。それに比べてうちの横断幕出せよ。もっともっと遊ぶべ。俺は1対1ではまだ刈り上げさんに勝てないけど。おい、変なあだ名つけんなよ。おお、うわあ、すみません。あんま考え込むなって。もっとこうガッと攻めねえと。ガッと、そうだよな、ガッと行こうぜ。ガッと、よっしゃ、ガッとガッと。ウェーイ。自分たちの弱さ目の当たりにした時に言ってやんないと痛感しないと思うので、今言わせてください。お、向こうの美女の口からケツと聞こえたような。どうしたの？こっからが第2ラウンドって感じかな。月島、ナイスだ。来た来た、10番。おい、ちょい聞いて。影山、次もう一回俺にくれ。ひなた、もう一発いけ。ナイスレシーブ。いけひなた。
げでそう崩れせずに済んだ。さすが3年だ。あんたたち、ルナちゃん困らせないでね。まだ1年生なんだから。悪さしたら見てるからね。やりましたね。ウェイ、ウェイ。2人同時にジャンピングハイタッチは無理でしょう。1日目お疲れ様でした。さあカラスのファイパース、お願いします、お願いします。油断とかないから。リュウさん、お姉さん、よっしゃー、キナタナイスキー。強豪に研究される俺。いい手応え。